USA レーダー衛星ローサットはソビート連邦の USA レーダー海洋偵察衛星シリーズに付けられた西側の名称。1967年から1988年までの間 17K114 レゲンダシステムの一環として西側諸国の艦船の監視を目的として打ち上げられた。レーダー電波の反射波の強度は 距離の4乗に比例して大きく低下する。そのため、レーダー海洋偵察衛星は高度約 250km という低い軌道で運用される。電力供給に大きな太陽パネルを採用した場合、低軌道に投入されるので地球の大気による影響を受け、軌道高度が大きく減衰しやすい。このため、ローサットの多くは電力供給源として ウラン235を使用するベスマイナス5原子炉を採用していた。通常は2から3ヶ月のミッションを終了した後に原子炉部分を分離して高い軌道に破棄したがトラブルによって放射性物質を最終的に大気圏再突入させてしまったケースもある。ローサットは低周回軌道における大きなデブリ発生源であった。 16機の原子炉を分離する際に約 128kg のノックマイナス78が原子炉の主冷却システムから漏れ出した。小さな液滴はすでに再突入したが最大直径 5.5cm の大きな液滴はまだ軌道に残っている。これらは大気圏再突入すれば燃え尽きるため大きな問題はならないが軌道上では運用中の衛星への衝突リスクがある。 ありがとうございます。